マッチングした。あ？こんなやつ本当にいるんだ。ニューロマリルリクレセリアガチグマサンダー。相手は炎神のいないゴミパーティーね。燃やしなさい。うん。最初は面食らったけど、別に何してくるか予想できないポケモンがいるわけじゃないし、ビビる要素ゼロだな。炎統一なんて。炎統一？本当だ。うげえ。きったね。掃除しといてね。足も手伝います。相手のショットはグレインアルマか。カスマーニャ。燃えるゴミ。タイプ相性をご存知でない。確かに炎統一にマスカーニャを出してくるとは想像してなかった。でも変幻自在なら草タイプってわけでもないし、そうでなくても僕側の手持ちは素早さ種族地でマスカーニャに勝ってるポケモンがいないから、何かしらはできると踏んでショットに投げてきたか。マスカーニャ対グレインアルマ、相性的には何とも言えないんだよな。単純に考えるとマスカーニャの方が先制してタイプ一のアクワザを叩き込めるから有利ではあるけど、大体の場合助けで耐えられて廃止のアーマーキャノンを受けることになる。私のマスカーニャは変幻自在じゃないし、仮に変幻自在で草タイプじゃなくなってもタイプ1威力120だからほぼ倒されるはず。まあ私のマスカーニャは助けだから確実に耐えられはするけど、グレインアルマは砕ける鎧で素早さが2段階上がって先手後手が逆転してるから、今度は不意打ちを選ばざるを得なくなる。このタイミングでグレインアルマにサイコフィールドをされると不意打ちは失敗。しかも先制技を防げるサイコフィールドが貼られた状態で素早さ2段階上昇のグレインアルマが場に残ることになっちゃう。まあでもこのターンは普通に殴っていくか。素材してきた。でも持ち物はタスキなのか。いや待て、つーか砕ける鎧も発動してないぞ。もらい火かよ。もらい火は最強の炎タイプを無効化できる最強の特性ですからね。対策は必須です。本当にこんな思想のやついるのか。最強の炎技を防げるもらい火は最強の特性。砕ける鎧を選ぶやつはどうかしてるよな。そうだね。あはは、炎ドイツならもらい火の必要性はほぼ皆無だろう。今回はパーティーのギミック的に砕ける鎧だと困るからもらい火にしてるけどね。ドリルね。だからスペース上がるの嫌って砕ける鎧じゃないのか。タスキが発動しなかったのは H 振りってことだろう。トリックルームは想定してなかったけど、まあでも理解はできる。相手のパーティーにはコータスとか、あとはラクソコとラウドボーンなんかがいるし、こいつらをトリックルーム下で暴れさせようという魂胆なんだろう。結果的にはスペースが逆転した状態になったわけだけど、砕ける鎧の場合と違って、まだこっちのタスキは残ってるし、むしろ好都合なのでは。このターン、普通に殴るか、不意打ちをするかだけど、不意打ちは決まればタスキが残ったままだし、すかされた場合でもトリルターンの消費にはなるから、不意打ちでいっか。交代か。じゃあもう一回畑落とすをしておけばよかったけど、まあ交代すから想定内かな。不意打ちをしてきた。無償降臨完了。やけ。変幻自在じゃなかったし、こだわってるわけでもないってことは、十中八九持ち物はタスキ。コータスで全抜きってわけにはいかないな。トリルターン的にも。相手は炎タイプ最強か。炎統一はクズ、ゴミ、消せ、ね、押せ。なんか随分過激というか、やばいっすね。PTSD 発症のトリガー引かれちゃったみたい。なるほど、あれの被害者か。しかしお嬢も不思議っすね。相手炎タイプばっかなのに草タイプを出すなんて。じゃあその種明かしを今からしよう。はい、岩タイプになるなら確かに炎には強いっすね。マスカーニが本来弱点の炎飛行毒を半減にできて、カイリエの神速にも耐性を持てるから結構強い。どうにかこれでトリルのターンを稼げたらいいんだけど。岩テラスタル。岩は鋼の劣化。そして鋼は炎弱点。つまり岩も炎弱点。父さん母さんこそタイプ相性ご存知でないじゃん。でも岩テラスタルか。おそらく技構成は叩き、不意打ち、トリフラ、テラバースト。僕の手持ちに対してはヒードラン以外には弱点をつけるし、俺なら選出も納得できるな。でも、大文字。予想外だったんすか。いや、不意打ちを見てるから威力が HP 依存の噴火はしてこないとは思ったけど、命中安定の火炎放射かなって。なるほど。炎タイプ最強、炎に栄光あれ。炎タイプ最強、ほらあなたも言いなさい。そうすれば大文字は必中になるから。うん。炎タイプ最強、炎に栄光あれ。炎タイプ最強、炎に栄光あれ。炎タイプ最強、炎に栄光あれ。こんなんで必中になるわけねえだろ。火炎放射なら2体できると思ったのに。いや、そもそも大文字にしても入りすぎでは。オータスの持ち物はメガネかな。まあなんであれトリルはあと2ターン。それが終わってしまえば、マスカーニはスカーフ持ち以外には上を取れるから残しておきたい。となればこうかな。マリルリ？ちょっと待って。あなたのパーティーにはクレセリアとサンダーがいるのに、どっちかは選出してないの？どっちかどころかどっちも選出してないけど。勝つ気ないの？このドイツのゴミに負けたら車輪にならない。マリルリとかいう雑魚使ってんじゃないよ。マリルリって対戦だと弱いんすか？いや、全くそんなことはない。この人がある種の精神疾患を抱えているだけ。炎タイプ最強、炎に栄光あれ。炎タイプ最強、炎に栄光あれ。ダメージ的に直帰じゃないか。軟弱水タイプのゴミ雑巾。パレトリックルームかコータス神の負ける可能性はゼロ。やーけ。やーけ。
やーけ。物技じゃ倒せないし、あれでもこの HP だと普通に赤ブレイクで倒されるけど、フォータスはやっぱり直帰じゃないと結構食らうな。でも次の大文字でオボンが発動するから HP は半分くらい残る。この HP のフォータスは仮にハチマキでも赤ジェットで倒せるか微妙なところ。ここは赤ブレイクを選択するしかないか。ソーラービーム打ち分けてきた。メガネじゃねえの。ああ、ああって不快だからやめろ。すいません。ソーラービーム。ああ、炎神様、この子の罪をお許しください。お伏せお伏せ。なんで燃えるゴミの技なんか使ってるんだ。そりゃ空火じゃなきゃ勝てないからに決まってんだろ。ああ、燃えるゴミタイプに負けることで相手は耐性のある炎神の魅力に気づいて、二度と軟弱水タイプを使わなくなり、炎神を崇めるようになると思って。なるほど。戦いの中でも不況を忘れないなんてできた子なの。まあね。はあ、しかしマリルリが倒されてから相手はだいぶ悩んでるな。おそらくコータスをメガネだと思っていて、このターンで倒されるとは考えていなかったんだろう。まあ実際半減晴れ大文字で持ち物を判断するのは難しい。しかもこっちは木炭という軽く強化アイテムを持たせているからダメージ感覚も狂うか。しかし燃えるゴミの技を使って負けたら本末転倒だぞ。大丈夫でしょ、私たちの一人息子なんだから。一人息子ね。完全にいないことになってるじゃん。姉さん元気でやってるかな。いや、そもそも生きてるのか。ほーら、私の言った通り、サンダーかクレセリアを出さないから。マリルリなんて低種族地の雑魚に頼っちゃダメ。低種族地って言うけど特性を考慮すればそこそこ数値高いでしょ。力持ちを考慮してもマリルリの種族値は522程度。それなら同じ水タイプかつ特性でステータスの上がるイルカマンの方がいい。まあそもそも特性を考慮した種族地なんて偽物だから純伝説様に頼るべきだけど。いや待って、今回のケースは種族地なんて関係ない。私が相手の持ち物を見誤っただけであって。あの、選択の時間やばいっすよ。うっせえ、分かってる。ゲームは楽しくやりましょうよ。